動画ではセルの幅調整、高さ調整、そしてセル同士の結合について説明したいと思います。よろしくお願いします。まずセルの幅を調整したいといった時にどのような操作をすればいいかですけれども、例えばこの1が書かれたセルの幅を変更したい場合ですが、このセルが配置されている列の幅を調整します。で、列同士のそれぞれの境目の線があると思うんですけれども、そちらの部分にマウスを持っていくとこのポインターがのマークが変わります。ご覧のように。で、この状態でクリックをしながらマウスを動かすとこういった形でセルの幅が変更できます。で、クリックを離すとこの列全体のセルにこの幅の変更が適用されます。また高さ調整ですけれども、この幅調整の要領と同じ要領です。こちらの列ですね、列の境目の部分にマウスを持っていってクリックしながら移動させるとこういった形で高さが調整できます。で、もし、こんな大規模ではなくていい、少しだけ、他の例えばセルと大きさが違うようにしたいという場合ですけれども、そういった場合に関してはセルの結合というコマンドを使います。それがどういったコマンドなのかと言いますと、コマンド自体はこちらになります。ホームタブの配置の欄のセルを結合して中央揃えというコマンドを使います。どういったコマンドなのかと言いますと、例えばセルを大きくしたい、幅だけ大きくしたいといった場合に、例えばこちらのセルの大きさを2倍にしたいということにしたいとなった場合に2個分ドラッグします。その状態でこのセルを結合して中央揃えというコマンドをクリックするとセル同士が結合されて2個で1つのセルになりました。こういった形で幅でしたらこちらを高さも2倍にしたいとなった場合に、1回これを解除してでもう1回クリックすると今度4つのセルが1つのセルに結合されました。そういった形で幅もしくは高さを調整することも可能です。以上、幅調整、高さ調整、そして結合の仕方について説明をしました。ありがとうございました。